どうもどうも、中野実験室です。マインクラフトです。今日は、ここ、ガラス島木造建築の進捗状況をお伝えしようかと思います。本日は2019年2月26日の撮影であります。それでは、この建物の中を紹介していこうかと思います。1階に当たる部分の内装をちょっとやってみたという感じです。で、前回までの動画ですと、この辺りに運び込まれた村人が、ずっと居続ける様子だったんですけど、いい感じに分散してくれました。その辺りの理由とかも込みで、内装した様子をお伝えしようかと思います。内装といっても、ほんのちょっとしたことなんですけど、このように壁を張ったり、ドアをつけたりしました。そしてですね、このドアだけ、このドア、このドアですね、視点を変えますね。このドアだけ、普通のドアにしました。これですね。こっちはトラップドアで、ドアっぽくしてる装飾なんですけど、今村人が通ってきましたけど、これはドアです。本当のドアです。そしてこの辺りに空まで続く天窓が作ってあるんですけど、ドアを作って、この床に太陽光線が当たる状態にしますと、村人はこのドアのある空間を家だと認識してくれます。で、家だと認識しますと、この部屋を中心に、ドアを中心に、この辺りが村だという認識が働きますので、自然と村人が、ドアをめがけて集まってくるようになったわけです。だから、送られてきてずっとこの辺りで動き回っていた村人の人々が、ドアを目指して、こちらの方までは来てくれるようになったという感じです。で、ドアを増やせば、彼らの行動範囲というのはどんどん増えていくわけなんですけど、そうすると知らない間に村人が増え出すという可能性があるので、今はドア2個だけでこれ以上を増やす予定はありません。そしてドアは横方向、水平方向だけじゃなくて垂直方向にも効果を発揮しますので、地下1階にあたる部分も、ドアを中心に村人が集まってくるようになっています。もしかしたら地下2階とかにもいるかもしれません。ここまではまだ来てないようですね。あ、いますね。このあたりもドアっぽく見えますけど、これはトラップドアなので、彼らは、トラップドアに反応することはありません。ここまで来たこの牧師は今どういう気持ちなんでしょうか。はい。そんな感じで、この辺りの、地下の内装というのはもうすでにやっていたんですけど、今回、1階の、ここ地下1階ですね。地上1階の外装をやりまして、ドアをつけたことで、村人たちがこの辺りを中心に村だと認識してくれたという感じです。この辺りは、トラップドアなので、ここまでは村だと認識してないんですけど、扉をもしも、設置してみたら、彼らは、こっちまで来るかもしれません。変化ないですね。というのも、この辺りは太陽光が当たってないので、村だと認識される条件が整ってないので、おそらく、いくら置いても無反応なんじゃないかと思われます。来ないですね。はい。そんな感じの、ガラス島木造建築の進捗状況でありました。扉が出たので、この辺りできたので、この辺りがとても大渋滞している状態であります。もしもここでゾンビが発生したら、全員が一気にゾンビ化するという地獄絵図が始まるような気がしますけど、湧き潰しもされているはずなので、大丈夫なのじゃないかと思いたいところです。はい、そんな感じのマインクラフト雑談でした。
進捗状況でした。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。